宝船は、東京都を拠点に活動する日本のプロ、阿波踊りパフォーマンス集団。阿波踊りの本場、徳島県出身の米沢洋を中心に、1995年に結成。2012年10月にマネージメントプロダクション部門を法人化し、一般社団法人、アプチーズエンタープライズ所属となる。もしもし日本フェスティバル2016にて。 石ンスとのコラボステージ1995年2001年2002年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年,2016年2017年2018年2019年連長である米沢洋の祖,祖父は関西歌舞伎で活躍した市川樹三郎市川樹三郎は徳島下流会に 阿波踊りを取り入れるなど、阿波踊りの信仰に寄与した人物で、徳島で最も有名で華やかな、花町、富田町の鍵盤の踊りを務め、長寿という料亭を数軒経営していた。市川十三郎は、阿波踊りの名付け親と言われる、林小郎や、阿波吉子の武士の名手、忠子よろぎなどと深い信仰があった。若き日の小井さんが、 日本コロンビアの担当者に初めてその美声を聞かせ、契約を取り付けたのが、米沢洋の実家であり、ジュサブ三郎の経営していた、料亭、上亭寺である。そのレコード、徳島本踊り歌の発売が、阿波踊りを一躍全国に知らしめたきっかけになった、ことから、阿波踊りが、日本中に広まった原点であり、米沢洋の家紋でも、ある、長寿の門を、宝船は、 シンボルマークとしている。2011年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2011年、2014年、2015年、2016年、2016年2017年、2018年、2019年。ありがとうございます。